はい、OK、ありがとう。エンジョイパチンコライフ。はい、こんにちは、マーサです。本日は横浜市中区にございますザ・シティ・ベルシティ石崎商店さんに来ておりますが、いやなかなかね、逆転難しいですね。ってことで今日はね、慎重に出選びして今日こそは逆転したいと思いますので、皆様にはこれから残り500万円からの大逆転劇お見せします。結構面白いですね。ここ全部バラエティになってるんですけど、あー、どうもありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。嬉しいね。ねえ、どうしよう。あー、ブラックラグーンもあるし、私の大好きな先日結構当たってるの、19回。ちょっと私が好きってことでブラックラグーンズ最初打って、後半ちょっとダメだったらジャグラーに移動するっていう、そういうじゃあ流れで今日は行こうと思います。ところで、じゃあ今日のゴールデンヘブンは私の大好きなブラックラグーンで行ってみたいと思います。頑張ります。はい、それでは残り500枚からの大逆転劇、これから皆様にお見せします。頑張るぞ。そう、ブラックラグーンといえばね、私第1回目のゴールデンヘブンの時にブラックラグーンを打って大逆転したんですよね。その思い出がすごく強いし、すごい好きな騎士だから。そう、最近ね、設置がすごく少なくなってきちゃって悲しいんですよね。何代レベル、お一人かが。そう、しかも最近 A プラス ART の出てすごく少ないし、 AT でね、ゾーンの台ばっかりだから、結構なんか条件が限られてるとすごい難しいよね。そう、ベルシティさん、ここのね、バラエティの並びがすごい最高で、隣の隣がスカイラブでしょ、隣がマクロスの初代でしょ、でブラックラグーンでしょ、で隣がコードギアスでしょ、で隣が桜大戦3でしょ。すごいいいですよね。あ、カズリー、あー弱いな。チンピラなんざ相手に。あ、いいよいいよ。もう飲めねえ。はぁ、残念。弱酸しね。いいよ、でも弱酸攻め、ほら設定差あるからいっぱい出た方がいいからね。はい、あ、イエローフラッグに行ったよ。えい、てか、あ、バラライカさんだ。発展した。追加から発展。あ、でも文字は多い。でも熱い。ちょびっとだけ。トインが黒だねー。もう
注意よ。なんか引いた。キョセリー、キョセリー、お願い当たって。あー弱い。もうさっきからキョセリーの無駄遣いばっかりしてるよ。だねー。あー、なんで、どういうことですか。旅行中、旅行中、埼玉に来て。わあ、そうなんですね、すごい。宮城からすごい、南さんですすごい、なんでびっくりしました。ありがとうございます。さあ、いつも宮城の方の撮影に行くと遊びに来てくれる。すごい。いつもね、仙台とか福島とか東北の時にね、撮影に行ったりとかすると応援しに来てくださる方、すごいびっくりした。これは頑張んないとだね。よし、ブラックラグーンではラストチャンスこの47枚で引けなかったら移動します。あ、ジャックセリーだ。頼むよ。ダメか。私は弾けない。ほんとダメだね。よし。あ、セリーだよ。はあ、ジャックセリーだ。お一つ伺うかも。あ、滑った。キョウちゃん滑ってお願いします。はあ、あ、バラライカさんだよ、スイカで。またさっきと同じパターンだ。文字が多かった。ダメだね。デメがね。さあね。スイカだもんね。でも最後にちょっとワクワクできた。あ、生き延びたよ。
ストゲーム。後で読むよ。あー終了。とりあえず残りがあと141枚なので、ちょっとブラックラグーン、私の力不足の何も吹けなかったので、ジャグラーコーナーに移動したいと思います。ごめんなさい。あ、ありがとうございます。ありがとうございます嬉しい。もう私今日本当かっこ悪いよね。全然何も弾けてない。よし、こっからが本番だから。こんだけほらガールズの設置がいいってことは、ほら結構いいデータの台があるよ。お客様打ってるけど、これにしようかな。まだビッグ1回しか弾いてないんですけど、500回転しか回ってなくて、レギュラー3回でしょ。まあ、レギュラー成功してるから、まあ可能性もあるし悪くないと思う。これにしようかな。決めた。よし、じゃあセブンナップ置いて、よし、今度こそさっきのブラックラグに行けなかった分、たくさんビッグを引いて逆転したいと思います。頑張ります。はい、というわけでね、最初に宣言した通りの流れになってしまいましたが、ここからまだね可能性もあるので頑張ります。ということで残り141枚です。よし、勝ってね。よし、結局ね最終的に行き着く先はねジャグラー様なんだよね。いやでもね、ブラックラグーン見つけちゃうとやっぱり座っちゃうよね。だって大好きな台だったもん。すごいねチェリーが。どれか1回ぐらい光ってくれてもいいのにな。すごいの、ブドウが。ブドウ狩りだよ、ほら。やばい、ラスト。もう何なの今日の私。本当に申し訳ないんだけど、せっかくねあんなにたくさん応援に来てくれて、さあ頑張ってくださいってね。もうすごい自己嫌悪。絶対に引くからこのラスト47枚で。ちょっとね、一回一回このレバーオンに気持ちを込めるね。涙が出るね。
まい。もうごめんなさい、なんでも聞けなかった。実践終了です。実践終了です。いや本当に本当にごめんなさい。もうね、久々のノーボーナス、一回も当たりを引くことができず、ご覧の通り逆転することができませんでした。だってすごい好きなねブラックラグーンがあったので、ついついちょっと打ってしまった結果、私の力ではボーナスを引けず、さらにはジャグラーガールズも引けず、もう本当お店さんは本当に悪くないのに、私が打ったことによって残念な感じになってしまって、もう本当にもう謝罪の言葉しか出ません。本当に申し訳ございませんでした。次回は頑張ります。ということで本日お邪魔しました、ザ・シティ・ベルシティ伊勢崎商店さん。この動画が配信される頃には、あのパチンココーナーに最新台の CR 北斗の拳6剣王、そして先ほどご紹介もしたんですけども、スロットコーナーにジャグラーガールズがなんと45台ありますので、力を入れてること間違いないんじゃないかなってことで、お近くにお住まいの方はぜひぜひ遊びに来てくださいってな感じで、今日はね見せ場を作ることができなかったので、次回の GoTo ヘブンこそは絶対に絶対に絶対に華麗な、ね、見せ場を作って、華麗な逆転を、ね、皆様に見せようと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。それでは次回の GoTo ヘブンもお楽しみにね。またね、マサでした。PTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 PTube ダウンロードしてね。えいえい。